今からここから。こんばんは、みつこです。お忙しいこの時間にご一緒させていただき嬉しいです。いつもありがとうございます。この番組は私ががんを経験して出会った食や健康のスペシャリストの方々をお招きして、私がいただいたたくさんの情報や勇気を大切なあなたにもお届けしたい、そんな思いで放送しています。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ナビゲーターは宮良市から斉藤あさみです。そして今日も素敵なゲストの方にお越しいただいています。今日はお二方、まずはもう準レギュラーと言ってもいいんじゃないかと思いますが、大豆の館の大谷洋二さんです。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして初めましてでございます、コーノス農園のコーノス武雄さんです。よろしくお願いします。お願いします。私、養鶏家の方って生まれて初めて会う、はい、私もです。ねえ、今日はちょっとどんなお話が聞けるのか、本当に目いっぱい1時間たっぷりとのお話をお伺いしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。ではタイトルコールをご一緒によろしくお願いします。心、体、健康、きれい、情報番組、今からここからスタートです。結婚式も新居も新婚旅行も諦めない。50名様以内のゲストならとびきりおしゃれで美味しいレストランウェディングはいかが。申し込みから最短1ヶ月、持ち出し金0円目標で人気レストランやカフェで叶える、もっと気軽にもっと自由な結婚式を。栃木レストラン&カフェウェディングプロデュース、イルクオーレ。検索はイルクオーレ .net でどうぞ。この時間は今からここからお届けしています。エイトノットラウンジ、そして番組応援団の皆様のご提供です。本日の番組応援団です。ブライダルからご葬儀まで思いを形にするお手伝い、司会セレモニースタッフ手配事務所 MC ボイス、オーガニック食品とオーガニックデリのララカフェ、福島県食育協会理事斉藤俊恵さん、高根沢皮膚科クリニック、不動産と企業再生の有限会社ミキハウス、ワイルドキッチンくまくま&巻餃子専門店大正堂、嘘をつかない豆腐、国産手作り豆腐の大豆の館、美味しい野菜とこだわりの素材で作る男の手料理うふふパイプレストデュエ、宇都宮食育塾長岡式酵素玄米工房、岩崎和弘ギター教室、キャンサーズプロジェクト、以上の皆さんです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、医療法人高根沢皮膚科クリニックからのご案内です。あらゆる年齢層やライフスタイルにおける皮膚のお悩みにお答えし、皮膚科として専門性を生かした医療をご提供いたします。高根沢町宝石台でお待ちしております。さあ、そして本日も NPO 法人メディアアクセスサポートセンター様のご協力により、見るラジオ M プロジェクト、リアルタイム字幕に挑戦しています。字幕配信をご覧になりたい方は、番組のホームページ、トップページの YouTube 画面からご覧いただくことができます。カタカナでエイトノットラウンジで検索してください。今からここからでは、ラジオの同時字幕配信を通して字幕作成に触れる機会を設けています。すべてのエンターテインメントに情報保障を。みんなで作る字幕 M プロジェクトに参加してみたいという方は、番組ホームページをご覧ください。さあ、そして本日もメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先はメールまたはファックスで宮良市宛てにお願いします。 E メールアドレスは数字で 773
@miaraji.com。ファックス番号は 028-666-7878 です。また、プラプラアプリでミヤラジオをお聞きの方は、メッセージボタンを押していただきますと簡単にメール送信できます。たくさんのメッセージをお待ちしています。さあ、それでは改めて本日のゲストの方をご紹介させていただきます。お二方です。大豆の館から大谷洋二さん、そして鴻巣農園より鴻巣武雄さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、みつこさん、うんうん、ニコニコしてますけれども、うんうん、なんかの美味しいものをご提供いただいているお二方だなという感じですが、はいはい、まずは何から ね、 ね、うん、あのお伺いしていきましょうか。じゃあちかさんに質問です。あ、私に、はい。日本人は一人当たり1年間に何個ぐらい卵を食べるでしょうか。一人一人で、はい、ちかさん1年間に何個食べてるの。あ、1年間で、そうだな、毎日は食べないかもしれない。私は100個ぐらい。平均だもんね、うん、もうちょっと食べるか、200ぐらいにしとこうかな。ね、いろいろなものに使われているから ね、 ね、そうそう、いろんなところに、ね、入ってるから、うん、はい。日本卵業協会、はい、卵業協会、ね、はい、の平成30年度の発表によると、うん、はい、日本人は1人当たり年間337個の卵を食べてる、うん、ほぼほぼ、うん、あの毎日1人1個近く食べてる、うん、そう。ほー、それって、はい、世界的に見るとどのくらいの量だと思いますか、うんうん、どうですか。これはね、結構食べてる方なんじゃないかと。いかが。じゃじゃん、世界第2位です。おー、1位はどこなの。1位はね、メキシコ。へなんだって、はい、だけど、うんうん、そんなに世界でね、トップ2でしょ、はい、の大量な消費国だよね、うんうん、だけど卵のこととか、はい、それを産んでくれる鳥さんのこととかって知らなくないですか。本当、はい、そうですね。何にも、ね、学ばずにただただ美味しくいただいていたわ私。本当そう、はい、そう、私もそうだから、うん、あの今日はね、はい、いっぱい勉強させてもらおうと思って、はい、本当ですね、楽しみにしてます、はいはい、よろしくお願いします。さあ、お二人なんですけれど、うん、あのまず大谷さんと鴻巣さんがあのどういったご関係なのかっていうところも気になったりするんですが、はい、その辺をじゃあ大谷さんから教えていただいてもいいですか。はい、はい、うちがあの豆腐を作った後に出るおから、うん、それを、鴻巣さんの、鶏が食べてもらってるわけです、ね、はい、ですからあの卵の美味しいのは、うん、うちのおからのせいでもあります。すごい品質の高いおからを食べている。大豆の館さんのおからということは、うん、もう大豆の時点で大変な吟味がされているってことですもんね、はい、うん、やっぱり鴻巣さんもこのおからを食べさせたいということで、はい、そうですね、うん、本当にいい仕事してくれてますよ。うん、もう大豆館さんのおからはもう全量引き取ってますけど、はい、本当鳥も大好きだし美味しく食べてる。もう美味しがって食べますね、うん、うちのワンコも食べますし。なるほど、はい、どちらからアプローチされた感じなんですか、その出会いっていうのは。なんでしょうね、もう昔のことだからね、はい、もう10年近くなりますね。もうでも僕はもう大谷さんの大豆の館っていうのはあの岡本の駅前に有名なあの豆腐屋さんがあるっていうのは知ってましたけれども、うんうん、まさかねそちらからのおからが取れると思ってなかったんでしたけどね、うん、まあ、誰かが間に入ったのかもしれないけど、うんうん、でも心地よく心よくねあのおからをくださって、うんうんうん、でまあうちの卵を置いていただいて、うんうん、なかなか面白い方でおからがなくても面白い方で楽しんでます。あ、なるほど。ケチョンケチョンに言われてますけど、ね、そんなことないでしょう。そんなことないでしょう。すごい、でもおからがね、つないだご縁ですけれども、なんかお二方がすごくあの親しく親交があるっていうことがすごくあの分かり伝わってきますよね。うん、じゃあ10年以上のお付き合いに、ね、10年ぐらいですね、なりますね、なりますね、はい、はい、うん、鴻巣さんが養鶏を始められた時と、うん、その大豆の館さんのおからを食べ始めた頃っていうのはどういうふうなリンクするんですか。僕が今自分の農場を立ち上げたのが
この総園立ち上げたのが、平成9年なんですよね、でそっからだからどのぐらいになるんだ、結構になりますね、それ以前もうずっと僕はもう25歳で養鶏始めましたから、45年ぐらいになるのかな、ずっとニワトリ畑で、で彼と知り合う前は、まあ、あのおから使ってませんでしたけれども、それなりに自分で納得する卵は集大成として自分がやってきた養鶏の、で作りたくって自分の農場を立ち上げたという次第です。なるほど。じゃあ河野さんが、なぜ養鶏を始められたのかっていうところからお伺いしていきましょうか、ですね、時間大丈夫ですか、明日の朝6時ぐらいまでかかりますか、わかりました、じゃあ、今日から貸し切りにします、今から、じっくり聞いていきます、よろしいですか、よろしくお願いします。じゃあどっからスタートしたらいいのかわからないけども、養鶏までリンクさせるまでに短く話しますね。僕は1951年に生まれました。今年70になります。見えない、本当に見えない、高層卵食べてるからです。それですね、高校卒業いたしまして、で、大学にも受かったんですけれども、ちょうどその頃、1970年、安保闘争があって、学生運動を華やかしき頃ですね、でやっぱりなんだろうな、こう心あるっていうか、こう若気の至りっていうのもあるかもしれないけれども、日本にいてはダメだっていう概念がすごく頭の中にあって、もっといろんなもん見たい、特にベトナム戦争があって、ベトナムから の脱走兵そのもろもろも世界中に散らばってて、でその時に共同体っていうのに非常に興味持ちました。コミューンって俗にあの頃言ってましたけど、ヒッピーたちが立ち上げて平等な世界、お金のない世界、ノーポゼッション、ジョン・レノンも言ってますけど、所有のない世界、そういう世界があったらいいなと思って、今みたく便利に Google で調べられる時代ではなかったんですけれども、いろいろこう調べてたら、イスラエルにキブツという世界で唯一成功した共同体がある、これ の前身は、なんていうのかな、ハガナって言って、このなんていうのかな、国境を守る兵隊たちが自分たちの農村を作っていって、でそれが始まりなんだけど、あの頃の人口の 5% ぐらいかな、イスラエルのそのぐらい の人間がそのキブツに属してたんですよね、でそれに非常に興味を持って、どうしてもそこに行きたくて、いろいろあったんですけれども、そのキブツ、イスラエルとの関係を結んでくれている日本共同体協会、その頃キブツ協会だったんですけど、その教会が、選抜して、でもって、あちらに研修生を送ってたんです、でそれにどういうわけだか僕受かって、で1972年の4月に3年間あちらに行ってました。それで初めて僕は僕裏側なんですけれども、農業とかそういうの一切知らなかったんですけれども、そこで初めて農業共同体というのを経験して、僕はそこで羊を飼ってたんですね。羊のセクションで働いてて、でその時僕考えたら、日本に帰って羊のチーズを作りたいと思ったんですよね、でいろいろありまして、それでもって日本に帰ってきて、でその時にイスラエルで知り合ったオランダ人の彼女が来て結婚して、で生活がまず第一なんで、羊の農場とか、それもなかなか探せなくて、関東近辺で探したらば、千葉にマザー牧場っていうのがある、あそこなら羊がいるというぐらいの情報しかなくて、でちょうどその時に養鶏っていうか養鶏業を始めた先輩がいて、その方はJICA でもって、青年協力隊でもってエチオピアに行ってた方なんですけども、帰ってきて、で千葉の方でもって養鶏の大きな会社に入ってやってるから、一応やってみねえかってことでもって、でそこで行きました。でそれで初めて卵に関わったのが、ご存知かもしれないけど、ヨード卵、あれ一番最初の現場は僕らやりました。へー、そっからです。なるほど。多分それがね、そうだな、何年の頃だろうな、80年になってないな、75、6年の頃だと思うな、6、7年かな。
それがスタートです。なるほど。まだ続くんですけど、ね、はい、どうぞ。でも、まあ、それからいろいろありまして、いろんな養鶏業界を、養鶏場をいろいろ歩いてきて、最終的に栃木にたどり着いたのは、うん、日本共同体協会でもって、イスラエルに行った仲間たちが養鶏場を作ろうということでもって、今市でスタートしたんですけど、今市に作って、それからどんどん増やしていったんですよ、うん、でそれに僕参画して、うん、で最後は、宇都宮の農場の、まあ、責任者で終わって、それで、まあ、そろそろ独立だなということでもって、で今の農場立ち上げました。うん、他の共同体はどうなったんですか。他の共同体っていうと、その宇都宮で始めた、うちの宮で始めた共同体というか、もうそれは本当に、もう仕事のための、うん、業務のためのもう共同体からも一種離れて、うん、と会社組織みたくしちゃったんですよね、うん、法人組織にして、うん、だもう共同体とはもう一種もう加工、うん、だんだんとやっぱり、うん、その共同体的な思想から離れてって、うん、やっぱりこう一つの養鶏っていう、うん、こうなんていうのかな、まあ、経済動物を飼ってるうちに、うん、そっちが本当になっちゃって、あの基本的になる、うん、共同体思想みたいなのがだんだんなくなっちゃって、うん、そういうのがあったんで、うん、まあこれも潮時だなっていうことでもって、うん、すいません、なんか雑然としてて、いいえ、あの年が年なもんで忘れちゃうんですよ昔のことは。簡単に、あの、はい、とってもよくわかりました、ありがとうございます。そうよろしいよ、巡り巡って栃木県に来ていただきましてね、うん、でここで、うん、あの独立して自分で農場をやろうと思った、うん、何かこう理由とかあるんですか。栃木県でやろうと、ね、やっぱりもう今までは、まあ、ある程度自分の考えもあったんですけども、最終的に自分でもって自分の納得する卵を作ってみようと思ったんですよね。うん、で、まあ、一応ヨドランからスタートしましたけれども、うん、いろんなも確かにもう その時点でもって30年ぐらいやってたかな、うん、でもまあそろそろ自分で自分の本当に納得するもん作ってもいいんじゃないかなと思って、うん、それで家内があのハーバリストだったもんですから、うん、ハーバリストでもってホメオパシーっていう、まあ、対処療法もやってて、そういうのを利用した余計をやりたいなと思って、でハーブを使って、まあ、ハーブって言っても皆さん考えてるような高級なもんじゃなくて、そこら辺にある草はある程度みんなハーブなんですよ、うんうん、でうちでメインに使ってるのが青座と、それから、まあ、ファット片って言うんですけども、赤座、それとあと、イラクサ、イラクサがメインなんですよね、うん、それも最初は自分たちでもって、作ってたんですけれども、うん、うん、最終的にやっぱりそっちまで手が回らなくなって、まあ、イギリスから取るようになって、うん、で、まあ、それをメインにしてできるだけ自然な形の養鶏を今目指してます、うんうん、なるほどね、うんうん、でそのごめんなさいね、うん、自然な養鶏って今一言でまとめておっしゃったんですけど、うんうん、っていうことは、うん、不自然な養鶏っていうのがあれ、うん、あって、 そうですね、まあ、不自然っていうか、うん、それはなんていうのかな、どこにポイントを置くかですよね。経済効率を考えてやるか、もしくは、なんだろうな、不自然、まあ、全て不自然つっちゃえばはっきり言って養鶏自体が不自然なんですよ。それこそ鶏なんて野放しにしておいて、ミミズ草食べさせて、うん、でその辺卵産んだらばバーって取ってきて、それがまあ最終的に一番自然だけど、今そうは言ってらんない、うん、特に放し飼いなんていうのはもうはっきり言って危険ですからね。野鳥との接触ある限り、鳥インフルエンザがこれだけ今年蔓延しましたでしょ、うん、である程度 その人間で管理していかないと、それの中での自然、うん、極力住む場所にしても平飼いでもって、うん、で、まあ、私が考える自然なんですけれども、うん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 、まあ、うん、まあ、バタリーだけは絶対に、うん、ああいうようなケージに入れて飼うっていうこと自体はもうちょっと僕はもうやらない、うんうん、いくら養鶏でもやらない方がいいなっていう考えに立ってます、うん、なるほど。私ね、うん、今バタリーとか、うん、平飼いとかっていう単語が出ましたけど、うんうん、自分ががんになって、うん、病気になって、うん、食べるものが大事だって気がつくまで、うん、その平飼いもバタリーも知らなかった単語なんですよ、うん、でそれから自分がの食べたもので自分の体ができているっていうことを学んで、うんうんうん、で
卵とかね、いろんな食品、うん、まあ、うん、もちろん豆腐も含めて勉強していく中で、うん、世界のそのバタリーケージに関することとか、うん、と日本の、うん、その養鶏に関することっていうのが、うん、まず全然違ってきてるんだっていうことを知りましたね。そうですね、もう世界的にはバタリーはもう禁止ですからね、動物愛護の観点からも、やっぱりでバタリーっていうのはね、あのニワトリだって足があるし羽があるでしょ、当然それを使用したいわけですよ、であの20センチ四方の中でもって1羽あたりの、ね、面積がね、あの容積がそこでもって一生そこでもって終わりにしたらば、そりゃストレスはかかりますわ、まあ、あの糞にしてもすごい非常に異様な匂いがするし、あとはまあこれは僕確認したわけじゃないんですけども、廃棄業者さん、まあ、最後に肉に鳥はまあ最終的には使えなくなった経済動物ですから肉にするんですけども、やっぱり内臓に海洋とかそういうのができるんですよ、あのマダリンの鳥っていうのは。だからやっぱそれはいけないなと思う、絶対に良くないと思う。で、あと平飼いっていうのはやっぱり有精卵作るための一つの手段であって、交尾できないですからね、バタリーじゃ、ケージの中じゃ、だそれがやっぱり、基本ですね、平飼いの。なるほど。多分リスナーさんでバタリーっていうのが全然写真でも思いつかない人がいると思うんですけど、まず金網でできてる鳥かごで、およそ20センチ×20センチ×20センチぐらいの入れ物で、もう全然砂もなければ止まり木もなくて巣もない、もう爪が伸び放題になって、金網に爪が引っかかってはすごいストレスになって、でイライラするからって羽をバタバタって したくてもできないし、っていうようなところに、日本では今1個あたり、その日本卵業協会のね調査によると1個あたり66,900羽が飼われている、平均ね、平均でね、7万羽が平均なんですって。で、ね、で先ほどね打ち合わせの時に聞いたところだと、栃木県には100万羽を超える、ね、超える、2つぐらい1箇所に100万羽いる、だって宇都宮市の人口が50万ですよそれがさ、だから結局ね8割9割産んだらね、毎日80万個90万個の卵が出てるわけなんですよ、それは僕分かりませんよ、そこの会社がどうやってそれをさばいているのかっていうのは分かりません、確かに何かルートはあると思うんですけれども、やっぱり養鶏でも、だからさっき言った自然不自然で言えば、僕らがやってる養鶏とはまるっきり一室のもんです、一室と考えていただいていいと思います、工場です。でも当然もう2000年になる前から EU の方では問題視されていて、でもドイツとかだと 94% 以上とかね、もう平飼いになる、もうほとんど平飼いですよ、もう全部、もうオーストリアとか、もうイギリスとか、その辺の国ではもうほとんど平飼いが当たり前に消費者側の意見からなってるっていう話なんですね。そうかと思って。そうなんですよね、アニマルウェルフェアって言うんですか、アニマルウェルフェア、そういうことでね、単語でね検索していただくと、まあ、家畜を快適な環境下で飼育することの大切さっていうのを、あのホームページとかでね見ることができるんですけど、それがでも最終的にあれですね、消費者に返ってくるんですよね、そうですよね、やっぱりだと思いません、だって食べるものだもん、食べるもんだもんそういうことなんですよ、だからその例えばね100万羽でしょ、で100万羽の鳥ってさ、どのぐらい餌食べると思います？全然想像もつかない、じゃ あの多分動かないから、まあいいや、普通だいたいカロリー計算でもって成形用の餌でもって、普通だと120から125グラムなんです、1羽が、1羽がね、1羽がね、これがだから平飼いでね、まあ多少運動してる鳥ですね、まあいいや、動かないから100グラムにしましょう、100グラムかける100万羽ですよ、すごい量でしょ、100万羽ですもんね、100万羽ですごいですよ、頭割りで計算できませんけど、もう全然わからない、そのね、多分資料って大きいこんな袋に入ってくるかなんかする、あのバロク車って言って、資料運搬車で来てダーッと流して、それを
そんないちいちあげてらんないじゃないですか、うんうん、そうすると、まあ、あのリンケージって言ってその餌を乗せてずっと走るレールがあってそこでもって餌をどん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 鳥のそのケージの間に行ってそれを鳥がついばむわけなんですよ、うん、ということはそれだけのまず餌ですね、うん、その莫大な餌、うん、果たして、その餌がどこから来るか、うん、僕はだからその餌に関しての話になりますけれども、うん、ちょうどいいから今話したいんだけど、うん、うちの場合は自家配なんですよ、うん、自家配っていうのは自分で配合するんです、うん、材料を、うん、でなぜ自家配がいいかでなぜその大量に入ってくる濃厚飼料は良くないのかっていうところを話すると、うんうん、例えばお味噌汁作る場合だし入れますね、うんうん、顆粒のだし使うのも今手っ取り早いしいいんですよ。ただいりこだしとか煮干しを使ってちゃんとやればそれなりの成果は出ると思います、うんうん、でしょ、うんうん、何も入ってないもん、うんうん、煮干しだけじゃん。そうでしょ、ミネラル分とかミネラル分それだけでもって、うん、防腐剤もないし一切ないでしょ、うんうん、であと例えば、まあ、グラタン作るのにさ、うん、ホワイトソース作ろうと思ったらばちゃんと小麦粉からいってバター入れてちゃんとやって作るか、うん、もしくは、まあ、某なんとか あのレトルトのものを使うか、最終的にはホワイトソースに変わりはありません、うんうん、でも違います、うんうんうん、それなんです、うんうん、僕がだからさっき100万倍養鶏から始まったそのバタリーとかそういうの違いを不自然自然を分けたとしたらば、うん、自然のものを食べさせた方がいいんですよ、うんうん、絶対にどう考えたって、うんうん、でそれは結局ニワトリの体内に入って卵になって、うん、人間の体に入るわけでしょ、うんうん、だからそのまあその間にその濃厚飼料だと、まあ、あんまりこういうのって言っていいのかどうか分かんないけど、まあ、あえて言っちゃえばもう卵の黄身の色ありますね、うん、あれはもうカラーチャートっていうのがあるんです、うん、ナンバーがついていて、うんうん、で経種もしくは季節それからその鳥の種類とかそれに合わせてこのぐらいの色にしたいんだっていうと、うんうん、もうその色になるような飼料が来るんです、うんうん、あとはもしくは自家配でももっと色が、まあ、これは消費者さんに問題があると思うんだけれども、うん、色の濃い卵ほどいいって考えてる方が多分多いと思う、うん、でも元々の鶏の卵っていうのは黄緑なんですよね、うん、本当に薄い黄緑っぽい黄色なんです、うん、でそれが本当今そういう卵ってなくなってます、うんうん、だからそれをなんでわざわざそうに変えなくちゃいけないのか、うん、だから僕が言いたいのはだとにかくうちの卵じゃなくていいからきちんと自家配でもって何を食べさせてるのか分かっていて、で最低平飼いでもってあとはオスが20羽にメス20にオス1羽ぐらい入ってるところの卵を食べていただきたいなと思う。それは高いものにつきます、はっきり言って本当に大変な仕事なんですよ。餌を作るっていうのはさっき言ったけどもうちでもって1000羽ベースでやったとしても1日やっぱり120〜130キロの餌を毎日常に混ぜなくちゃならないんですよね、うん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 、それをだからやるってことはやっぱりそれなりの、うん、あとは飼料もそれ餌の材料も吟味しなくちゃならないですしね、うんうん、でそれをやってるとやっぱりそれなりのコストは、うん、にはなるんですよ。でも、うんまあ、この番組でね、うん、散々私が言っているのは自分が病気をして、うん、がんっていう病気になった時に、うんうん、その時がん告知を受けた時、うん、私の息子は小学4年生だったんですけども、うん、その時にねその病気になってからの治療にかける時間とお金、うんうん、それ予防に回した方が絶対いいって思ったんですよ、うん、もう本当に人生っていうのは時間じゃないかなと思うんですよね、うん、あ、そうですよね、うん、本当にそうですよね、うん、だからそのマイナスの状態、うん、すごい落ち込んだりもしたし、うん、そこからこう這い上がってくる分に使うよりかは楽しくいいものを食べて精神メンタルもねとてもいい状態で生きていること、うんうん、そちらを優先した方がいいんじゃないかなって。そうですね、まあ、その病気の治療云々に関してはそう思いますし、うん、良いものを選んで食べているんだっていう自意識があるとその運動をねせっかく食べてるんだから運動しようとか、うん、なんかこういい方に回っていく、うん、良い方考え方が、うん、変わっていくんだなって、うん そうですよね、まあ、それが自分の自覚なんですけど、うんうん、多分にやっぱり精神的な部分が多いよね、うん、大きいですよね、うんうん、心っていうかさ、うん、だからやっぱり食べ物もやっぱり心につながっていくんだと思うよ、うん、はい、
なんだろうな、まあ、俗にジャンクフード、うん、まあ、美味しいのかもしれないけれどもでもそれだったら俺きちんとしたお米を炊いて、うん、卵かけご飯食べた方がいい、ね、ちょっとあの大豆の館のちょっと高い、はい、あの絹豆腐の絹豆腐にちょっと、うん、あのきちんとしたお醤油をかけて、うん、もうそれだけで ね、はい、どこの、ね、レストランにも、ね、うん、絶対美味しいと思う、うんうん、で気持ちがね明るくなる、そうすると、うん、で美味しい日本酒があったらね、もっといい ね、 ありがとうございます、はい、まだまだお話序盤なんですよ、本当にあの明日の朝までっていう感じでお話じっくり聞いていきたいんですけど、どうしてもここで聞いてほしい一曲ありまして、これだけは流したいなと、はい、いいですか、ちょっとここで一旦ブレイクで、はい、1曲目お届けする曲が、アーティストの方のお名前からお伝えしますね河野武雄さんですそして、はい、曲名がワークソングと、はいはい、いうことなんですが、河野さんこの曲はどんな曲でしょうか、はいはい、僕はあのずっとバンドやってまして、あの高校1年の時スタートして、3年前に亡くなった93亡くなって父が言ったんですけど、お前が続けられたのはバンドだけだって言われててそれで、その曲はですね、私がイスラエルにいる時にそのイスラエルでの仕事とか生活、共同体の生活を歌った曲で、一緒に作ったのがあのリチャード・タウスグっていうイギリス人の、うん、その時一緒にイスラエルでやったバンドのボーカルで僕がベースやったんですけど、一緒に作ってそれをずっと持ってて、はい、先日あの僕今あの宇都宮でもって老舗親父バンド OG サウンズっていうバンドでもってベースとコーラスやってるんですけど、うん、そこのリーダーの鈴木さん、スーさんがそれをアレンジしてくれて、でそれを録音したんですけど、はい、申し訳ない、その時僕は酩酊状態だったんで酩酊状態がほとんど普段なんですけどまあそんなわけで聞いていただければ、はいはいはい、ありがとうございます、本日ゲストでお越しくださっています河野武雄さんの演奏です、ワークソング。Stronger than before. In the summer, hot and dusty, I don't care. So much stronger than before. Burn my clothes up, God is dark up. Is it raining? I don't care. Down and walk again in the mother's life.Time seems moving on down the carousel, but fast, so you forget to put in the sheet. My hands are falling off.Let's have a coffee now. Open and keep going to eat. What a this life that we're living. It's so much different than before. Here comes someone, here is him, not like me. This is what to me today.God is dark up.
私と酵素玄米どっちが大切なの？僕、酵素玄米なしじゃ生きられないんだ。私、酵素玄米作れない。どうしよう。ちょっと待った、酵素玄米ちょうどり。長岡式酵素玄米は恋愛関係、腸内環境を活性させます。お問い合わせは090-5753-6515、宇都宮食育塾長岡式酵素玄米工房大門まで。連続ラジオドラマ風 CM、 イケメンギタリストへの道、お手本の C メジャー、始めたばかりの C メジャー、お手本の F、 始めたばかりの F、無理でしょ。ギターに悩んだら岩崎和弘ギター教室へ。お問い合わせは栃木イケメンギタリストで検索。次週へ続く。今からここから。ラブフルートユニットキャンサーズでは一緒に活動する仲間を募集しています。ラブフルートは北米ネイティブインディアに伝わる伝統の縦笛、優しい音色があなたを虜にします。キャンサーズと一緒にラブフルートを吹いてみませんか？お問い合わせは真岡市並木町のセカンドラソスまで。電話は 0285-815413 です。さあ、それでは今からここから引き続きお聞きいただきたいと思いますが、本日のゲストの方を改めてご紹介させていただきます。大豆の館から大谷洋二さん、そしてコーナス農園からコーナス武雄さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。コーナスさんの歌声までお聞きいただけるとは非常に嬉しい幸せです。もう本当に幸せな3分間でしたが、その間にメッセージ続々と届いております。ご紹介します。ラジオネーム野菜生活さんです。大豆の館さんのお豆腐も、コーノス農園さんの卵も食べたことがありますが、とても美味しくて大好きです。大豆の館さんは岡本駅から近くて車ですぐ行けるので子供も大好きです。処方剤を使っていない安心安全で食べられて、お醤油やお塩もかけなくても甘くて美味しいのでとても大好きです。コーノス農園さんの卵も黄身が白くて舌触りが滑らかでとても食べやすいです、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いてラジオネーム赤ちゃんマンさんです。卵料理で好きなのはオムライスが大好きです。特にコーノス農園さんの卵で料理を作ると味がいらないくらい甘いので大好きです。もうみんな大好き大好きでございます。さあ、続いてラジオネーム森の扉のキッチンからさんです。ゲストの大谷さん、コーノスさん、スタジオの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日もどんなお話が聞けるのかとても楽しみです。大豆の館さんのお店伺うと、お豆腐もコーノスさんの卵もキラキラしています。どれも美味しいですね。いつもこだわりの食材をご提供くださりありがとうございます。冒頭にお話しされていた鳥たちが美味しいおからを食べて美味しい卵が生まれるというお話、なるほど、美味しい理由がわかります。納得です。他にも興味深いお話、翌朝6時まで聞いていきたい気分です。そして新しくオープンした豆腐デリ美和さんでのお惣菜も最高に美味しいです。本店にも美和さんにもまたお買い物に行きます、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大豆の館さんのお豆腐ね、私の息子もね大好きなんですよ、はい、今高1で反抗期なんですけど、一緒に買いに行くとね、はい、帰り道にね、はい、嬉しくなって、うん、お母さん空が綺麗だねとか言うんですよ。反抗期のお母さん、お持ちのお母さん、今すぐ大豆の館に行きましょう。行きましょう。はい、本当美味しいものを食べるとね、素直になれる。そう、こう、うん、もう 手で持ってこれ食べられると思って、うん、ウキウキ帰るだけでなんか上機嫌です。ああ、いい話。ね、本当に美味しいものってみんなを笑顔にするなと思いますが、うん、はい、ありがとうございます。引き続きねお話伺っていきたいなと思います。はい、さあ、みつこさんからご質問いきましょうか。もう質問ばっかりですよ。はい、さっきねちょっとお話に出た、うん、その有精卵を食べましょう、うん、これはどういう、
有精卵と無精卵の違いは僕もはっきりと分かりません。ただ、うん、まず卵っていうのは果たして 何であるかっていうのを、うん、基本的な部分から考えると卵は、女性の排卵と同じです、うん、鶏はだいたい20週5ヶ月で初潮が始まります、うん、卵を生み出します、うん、で普通産んだ卵というのは、まあ、普通排卵と同じですから、うん、細胞として死んでるわけです、うん、受精してませんから、うん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 、有精卵っていうのは交尾して要するに受精してますから、うん、生きてるんですよね、うん、あ全然違うわ違いますだから生きてるものを食べるか、うん、死んでるものを食べるか、うん、もう一つ加えると、うん、生きてるから、うん、日持ちとかそういうもんでは無精卵に比べてちょっと劣ります、うん、やっぱり発育しますから、うん、死んでるものはもうそのまま冷蔵庫に入れとけば、うん、いつまでも無精卵っていうのは普通の卵っていうのは賞味期限書いてあるけどあんなもん全然関係そーっと持ちますよ、うん、1回やってみたらと思います1年経っても食べられますよ冷蔵庫に入れとけば、うん、なるほど、うん、だからそれでもって、まあ、有精卵僕は生きてる、うん、どうせ食べんなら生きてる細胞を食べたいから、うんうんうん、それだけのことだかな、うん、栄養的には僕は分からない、うんうん、生きてるか死んでるかの違いだって、うん、なるほどねでもね、河野さんのお姿を拝見していると、うん、もうその説得力がすごいんですよ、うん、もう髪の毛もね、うん、全然黒くてツヤツヤだし、はい、お肌もね、うん、ツヤツヤで血色が良くて本当に実はねお世辞ではなく本当にお若くてねちょっともうすぐ70歳70です全然見えないですよね信じられない毎日卵今日卵今日3つ食べましてだいやこれね、うん、これが原因かどうか分かんないけど僕は卵いっぱい食べます、うん、僕は僕の飼ってるチョコラブ、うん、ラブリドルマンも卵食べてたんです、うん、血清はすごくいいです、うん、12歳でも目見えないけど、うん、でも本当に元気で、うんうん、で結構ゴールデンなんかもやっぱり卵を食べさせると血清が良くなるって言うんで、うん、わざわざ卵を食べさせる人もいるみたい、うん、これはまあ血清の話ですけどね、うんうん、でも髪の毛は血よって言って、うん、血の余りって中国では言うぐらいだから、うん、絶対血液と関係してるわけですよね、うんうん、血液っていうことはもう細胞の材料っていうことだから、うんね、これはとっても気になる情報ですよ、はい、YouTube のアーカイブには河野さんのお写真も掲載されますからぜひそちらを要チェック本当びっくりされてくださいわかりました、はいでその1日3つ食べるとおっしゃった、はいそれを聞いて大体の日本人が卵イコールコレステロールっていうところを考えちゃうっていうか想像すると思うんですけど、うん、これもねどうなんでしょうね、うん、定かじゃないですけど日本人のまず一般的食生活をまず考えてみて、うんうんうん、であとまあここでもっとフォーエクザンプル出すのも失礼かもしれないアメリカ人の食生活を考えてみてメキシコ人の食生活を全部考えてみて、うん、アメリカ人の方、まあ、全員じゃないですけど、うん、結構肥満率高いですよね、うんうんうん、ハンバーガーボディって言ってよくね、うんうん、言いますけれども食べてるものが果たしてどういうものなのか、うんうんうん、でそこでいう卵をこれ以上食べたらばコレステロールがっていう話であって、うんうん、私たちが普段食べてる漬物、まあ、僕なんか和食すごい好きなんですけれども、うんうん、それにおける卵の1個や2個3個4個は全然僕は個人として問題ないと思います、うん、お味噌汁を飲んで発酵食を食べて、うんうん、お漬物からご飯、うんうん、そういうものをちゃんと食べて、まあ、当然タンパク質は食べますけどお肉でも何でもね、うんうん、でもあんなに大きなハンバーガー毎日食べたり、うん、まあガブガブと清涼飲料水を飲んでれば、うんうん、それは人工甘味料と、そうすれば当然コレステロール、うん、卵のコレステロールにっていうことは、うん、もうはっきり言ってほとんど卵のコレステロールは関係ないぐらいになってきちゃう、うんうん、でも日本の食事だと、うんうんうん、多分僕は卵はそんなに悪玉じゃないと思います、うんうん、何しろご自分で作ってる餌を食べた鶏が産んでくれた卵なわけですもんね、うん、そうです。その素材から自分でコントロールしてるわけですよね、はい、鶏さんたちの体調からすべてをね、そうですね、うん、
その断食をさせるってお話も聞いたんですけど、はいはい、これはもうあの断食式っていうのは、うん、まあ、あの経済的な部分も考えて、うん、ニワトリっていうのはだいたい2年ないしはちょっと長く持っても2年ちょっとぐらいで持って背景に出しちゃうんですよね、お肉に。でその間に1回1年ちょっと経ったところでもって、うん、あの卵って大きくなってくるんです、鳥が、あの年を取ると、うん、と同時に殻が薄くなってきたり、うん、あとあの殻の形が悪くなってきたり、うん、でそうなってくるんです、うん、とそれはまあ中身は同じかもしれないけども、うん、やっぱり見た目、うん、商品的な価値が下がってくるわけですよね、うん、でそこで一度断食をかけます。だからこれあの鶏の断食は強制緩和って言って、強制的に羽を入れ替えさせるんですよね。僕のやる場合だと今の時期だともう2週間水と餌を切ります。水も切ります、水があるとニワトリっていうのは、まあ、鳥っていうのは全部そうなんですけど体に植物を貯めておかないんですよ。体重軽くして外空飛ぶでしょ、うんうん、常にうんちしてるんです、うんうん、だから栄養価が残ってるんです、うんちに、うんうんうん、だからその水があるとそのうんち食べちゃうと断食がかかんないんですよ、うん、水がなければ、はい、水がなければ食べないです。喉につかかっちゃうし、でそこでもって多分100杯いたらば 5% ぐらいは僕はもう落としちゃう、これを死んじゃうぐらいになってから徐々にまたあの水からスタートして徐々に元の餌へ戻してって3週間ぐらいかけて、でそうすると2ヶ月3ヶ月でもってまた新しく綺麗な卵を産み出す。なるほど、羽が入れ替わる、羽入れ替わります。人間もそうじゃないですか、一種の回収法でもって断食やるじゃない、ファスティングって流行ってますからね、ファスティングね、うんうん、そうだ、それですよ、うん、同じです、うん、だからこれは自己免疫力とかを全部入れ替えるってこと、絶対違うと思う、俺やる気ないけどねまあ僕もないですけど、ないですよねそうか、大谷さんと僕はないですねまあそのケージ飼い、バタリーケージで飼われている鳥なんかはそんな発想とかは一切ないでしょうね。ないですね、うん、だって機械ですからね、機械、あれは鳥じゃなくて機械だと思うな、ただそれによって日本が高度成長する、それ以前から、まあ、貴重なタンパク源として、卵ってのはまあご存知だと思うけど、昔は高かったんですよ、本当に滅多に食べられなかったんですよ、それが今もう本当に安くなったでしょ、でみんなが食べられるタンパク質としてなったのは、まあ、害もあったかもしれないけども、そうやってバタリーでもって安い卵を国民に供給できたからっていうのはあるのは否めないと思う。そうですね、まあ、全ての産業とかにおいてそれが言えてると思うんですよね、あれ今までの技術がここまで来たから新しい問題が生まれてきたなっていうことですね。そうです、そういうことですよね、はい、ありがとうございます。本当にあのコーノス農園さんがあの育まれているその鳥とそして卵がいかに美味しいかということが十分にねあのお伝えいただけたんじゃないかなと思うんですけれど、ここでですよ、買いたいじゃないですか、どこで買えるのかをちょっと知らないとなって思ってるんですけど、宅配がほとんどなんですよね、個人的にグループ組んでいただいて、ね、スタートした時点からもう宅配っていうのが個人と個人でも顔を合わせて、で意見を聞きながらっていうのがだったんですけれども、やっぱり今帰るところごく一般に行って購入できる場所はですね、まずは大谷君のところの大豆の館さん、ありがとうございます、からとロータスさんもだね、ロータスさん、とそれから安心な食べ物屋さん、あと小さいところだと FKD とあぜ道、FKD の宇都宮店、とあぜ道の駅東店、あと北の方だと三の八っていう自然食品店、西那須の駅前です、うん、はい、そこですね、はい、どっか忘れてないよね、忘れたから連絡来ますよ三輪さんでは、たまに、なるほど、じゃあ三輪さんでも、ね、お近くで、ね、お求めいただきたいなと、思いますが、あっという間のお時間でしてもう残りわずかとなったんですが、ぜひ河野さんから最後にリスナーの方に向けてメッセージをいただけたらと思います。わかりました、
今日は聞いていただいてどうもありがとうございました。拙い話になってしまって支離滅裂で、まあ、これはまあ年のせいもあるんでお許しください。ですね、僕がね最後に言いたいのは、まあ、僕の人生振り返って、うん、鶏と関わってきたっていうのはすごく楽しい時間だし、これからも生きてる限り鶏とは関わっていきたい、あと音楽とは関わっていきたいと思っています。うん、その中で、さっきあった平飼い、それから、うん、ケージ飼い、その中でもって鶏の自由っていうのを僕は尊重したいし、あと自分の自由っていうのもすごく尊重したいです。でこれからの個人の生き方として、今日もう一曲かけていただきたかった曲があったんですけど、うん、ジャニス・ジョプリンが歌ってて、Me and Boogie Maggie っていう曲の中の歌詞が僕すごく好きで、ちょっといいですか、はい、Freedom is just another word nothing left to lose っていうんですよね。これはね自由とは失うものを何も持たない状態であるっていうことなんです。うん、で僕の一つの座右の銘であって、失うものを何も持たないような状態でもって自分自身を自由にして、だから鳥と一緒にいてなんかもうノーポゼッションですよね。所有欲もだんだんなくなってきたし、持てばそれを手放すのが大変だし、だからできるだけ自分自身を自由にこれから鳥と一緒に生きていきたいなと思って、鳥と犬と音楽と、でそれを卵にも還元していきたいなと思う昨今でございます。いつまでできるか分かんないけど、頑張っていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいです。羊のチーズの夢はどうなんですか？食べてます作ることはもう諦めました、うん、仲間の方がやってるのいます。フランスでも一緒にイスラエルで仕事してた連中が、農場作って、僕も行きましたけど、2つ羊のチーズとかヤギのチーズ作ってるところもあるし、みんなそれぞれあの時イスラエルの丘の上でもって2年3年過ごした仲間とも今でも連絡取り合ってますし、2年ほど前にその一緒にさっきのワークソング作ったリチャードが来て、で今でも彼もやっぱりジャンボの機長になったんです。彼はコマーシャルパイロットでもって、航空会社でポンってリタイアして奥さんと2年前に来て、すごい楽しかった。ありがとうございます、はい、まだまだお話つきませんが、もう、ね、エンディング曲が流れ始めてしまいました。 そうですね、そしてお話をお伺いしている間に続々とメッセージも届いておりましたが、ご紹介はできませんでしたが、しっかりとお伝えさせていただきたいなと思います。たくさんのメッセージありがとうございました。さあこの時間エンディング曲は池田信也の Jesus You Made Our Day を聴きながらのお別れです。本日ゲストでお越しくださいましたのは、大豆の館から大谷洋二さん、そして鴻巣農園から鴻巣武雄さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではタイトルコールまたご一緒にお願いいたします。心、体、健康、きれい情報番組、今からここから。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お元気で、またラジオでお会いしましょう。I just wanna thank you, oh thank you. Just wanna 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 thank you.